ロレンツォ・クリセティグは、イタリア・チビダーレ・デルフリューリ出身のサッカー選手。ポジションは MF。地元のクラブでサッカーを始め、14歳の時に、インテルの下部組織と契約を結ぶ。2009年に、プリマベーラに昇格。2010年1月に、ジョゼモーリーニョ監督から公式戦のメンバーとして、招集されて、以降、出場機会こそなかったもののトップチームに帯同する。 機会が増えた。2011から12シーズンはトップチームでプレシーズンを過ごし練習試合に出場する機会も得た。2011年9月27日に行われたチャンピオンズリーグのチェスカ・モスクワ戦で後半アディショナルタイムから途中出場しプロデビューを飾った。2012年1月にパルマ FC に共同保有権が譲渡されたがインテルに残留。3月には プリマベーラの一員として、ネクストジェンシリーズで優勝。6月22日にパルマとの共同保有権が更新され、7月にスペツヤ・カルチョへのレンタル移籍が決まった。2015年7月16日、ボローニャ FC へ買取義務付きのレンタル移籍を果たした。2016年8月31日に完全移籍となった。2020年2月6日、 CD ミランデスに移籍した。2020年8月19日、レッジーナ1914に2年契約で移籍した。U-16 から U-21 まで年代別の代表を飛び級で経験している。2010年8月11日には史上最年少で U-21 イタリア代表の試合に出場した。一時期は u 十一と U-19 を掛け持ちする形でプレイしていた。ありがとうございます。